そろそろ時間じゃないですか。違う。どうですか。ありがとうございます。いや、すっかりね、あの聞き惚れてしまって、もう気がつけばちょっと予定の時間になってるんですが、本当はあのここでね、皆さんから質問を受けたいと思ったんです。ちょっと時間があれなんですけど、何か一つぐらいだったらいいかな。何かご質問ないでしょうか。 あるか。はい、よろしいですか。あのちょっとあの梶さんにお願いしたいんですけども、あの賢治さんがね、亡くなるとき、あのお父様にね、赤い蒼天をお願いしたでしょ。赤い蒼天、赤い蒼天、あ、経典、はいはい、あの、ね、悪役に用法令、はい、それをあのお父様の聖六様はどのようにあの言ってましたんでしょうか。祖父がですか、どういうふうに言ってたか、ね、言ってたっていうのは、あの和樹さんにどのように お知らせしてたのかなと思って、あの専務作ったところですよね。賢治、はい、はい、さんの、まあ、遺言だったんですけども、賢治さんにしてみれば多分ね、あのあんな立派な和と地本なんですけども、それもあの印刷って活版印刷、多分賢治さんはその頃だとガリ版刷りのようなもので、閉じたようなものでもいいっていう考えだったんじゃないかなと。ところがああいうふうにちゃんとしたものを作ったのはお父さんの政次郎さんで、あれやるために多分家1軒分ぐらいの費用かかったんだそうです。そうなんですか。やっぱりこれは賢治さん